お弁当ばっかにおにぎりおにぎりちょっと詰めて、隙間おうちご飯にもう一品。さあ最初のお店はあのプロがいらっしゃるお店です。どのプロだと思いますか？プロ、よろしくお願いします。この阿部さんがすごい方なんですね。野菜ソムリエですね。そうです、はい、いろいろ勉強しました。ソムリエ、お野菜ソムリエでいらっしゃるんです。だからお野菜が主役のお惣菜が多いっていうことですね。そうですね。野菜ソムリエのオーナー阿部さんがおすすめする今が旬、新じゃがと新玉ねぎのサラダです。いや、ポテサラね、私びっくりしました。あ、そうですか。本当に芋、そうね、そうですよね。です本当にあの IMO、 いわゆる芋なんですよね。濃厚なお芋の風味とシャキシャキの玉ねぎのみずみずしさが味わえます。新茶がでしか食べれない新茶がの味、香りを食べていただきたくて、新茶がの季節だけはポテトサラダはマヨネーズ使わない。ほんと新玉と卵が少し入って、塩コショウビネガーぐらいで。旬の大地の恵みを口いっぱい、いや体中で感じられますよ。もう美味しいお芋に出会っちゃったら、どうしたらこのお芋一番美味しくサラダにできるかなっていうところで、芋に合わせてこう変えていく。芋にもいろいろあるんですよ。いい魚が手に入らないって言いますもんね。いろいろあるんですよ。ということで、今が旬の新じゃが、さあ長谷川アナウンサー23歳、等身大のその下で感じる食レポお願いします。トップバッターありがとうございます。いただきます。やりにくいふりしますね、またフレッシュかけるフレッシュ、うんうん、え、新じゃがってこんな甘かったでしたっけ。すごい、本当に甘くて、本当に甘くて、この塩と胡椒のシンプルな味付けなので、なおさら甘さが引き立ってるのかな、すごく美味しいです。あのポテサラっていうとマヨネーズ使ってそうだけど、マヨネーズ使ってないんですよ。すごい、それぐらい素材の味、新じゃがで、芋でしょ、芋、はい、もうダブルで美味しいです。そんなこだわり野菜、どちらで選んでるの？旬のもの、取れたての地場のものは もちろん一番美味しいのを出しますけども、うん、あとはもう季節とそのお料理に合ったものは北の方から南の方からのものも使ったりします。とにかく素材の持ち味を最大限に、その素材を美味しく食べていただきたい。そう、その素材を美味しく食べていただきたいというのを体現したのがこちら、季節のお野菜彩りピクルス。もうね、酸っぱすぎず野菜の長所が全て引き出されたピクルスです。そもそもどうしてそんなにお野菜がお好きだったんですか？いや、違うんですよ。野菜だけじゃなくて肉も魚も大好きなんですよ大好きなんです。食前全般が好きなんですけども、こういう風なお店になるとなかなか野菜をたくさん出てくるとこってないじゃないですか。お店でもっと野菜を食べてもらいたいと思って、こうやってこういうお惣菜屋さんになったんです。でもお野菜のお惣菜だけではありません。お肉やお魚などと一緒に調理したボリュームのあるお惣菜、ヘルシーなだけじゃなくて美味しい、食べ応えもあって、そうです、満足して美味しかったなって思うもの、そこがこだわりですね。そのこだわり、満足感を堪能するならこちら、いろいろ野菜のミートローフ。本当にお野菜それぞれの素材の旨味を感じつつ、肉汁、ね、お肉も感じられるっていう、ね、まさに先ほどのお野菜だけでヘルシーじゃない、そうです、食べ応えがある、そうですってことですよね、はい、この中に7種類のお野菜がぎっしり詰まっています。断面も綺麗、とびちゃん萌え断ですね。萌え断ですよ、これは美しい。ほとんどほぼ野菜、ほぼ野菜で、お肉がつなぎ。何割ぐらいお野菜ですか？8割以上、お肉がつなぎのミートローフ。そうです、そうです。いや、ミートローフじゃないかもしれない、ミートローフじゃないかもしれない、ミートローフですよ、そうですよね20% のつなぎのお肉なのにお肉感がすっごくあるんですよ。それは野菜のおかげなんです。野菜が少量のお肉を美味しくしてくれてるんです。野菜がお肉を生かすっていう、いや、なんか阿部さんのすごいのが、こう皆さんのこう食卓を支えたいんですとか、そういうことではなくて、本当に私食べること大好きなんで、大好きなんです。食べてほしいしけど、そう、自分が一番自分が食べたいものをやっぱり作ってますね。あの幼稚園の頃から阿部さんはお母さんの真似をしてお料理を作ってらっしゃる。
したんですね。もう素材を生かした最適な調理の味付け、素材の声にまさに耳を傾けていらっしゃいます。ゴールがなさそうですね。もう次々次々っていう、あれですね、命ある限り食べなきゃいけないので、もう終わりはないですね毎日食べない日はないので、はい、もう限りないですね、尽きません。